今日は何をしたいかと言いますと、このデスクトップの外観を変えてみたいと。この亀紙もちょっと私には好みではありませんので、変えることにします。で、変えるためにはこのシステム設定というところをクリックします。そしたら、外観って読むんでしょうね。これダブルクリックします。ぶっつけ本番でやってますので、どういうふうになるかは分かりませんけれども、まあこれはまあいろいろありますね。壁紙の画像がいっぱいあります。まあいっぱいあるんですけど、私はどちらかといえば何もない方が好きなんですね。何もない方が好きなので、何もない、これがいいですよね。これ何色がいいでしょうか。この辺の色でしょうか、それともこっちでしょうか。こっちの色で赤くって、そうですね、赤くってちょっと暗い感じの、こんな色が好きですね。そうするとこれはこう、色とグラデーションこっちかな。ああなるほど、そうきましたか。そうするともう少し暗い方がいいかな。もう少し暗い方がいいので、こうこの辺に、大丈夫かな。あ、なりましたね。まあこんな感じでしょうかね。ランチャーアイコンのサイズというのがありますね。だからこう48と出てますから、多分48がデフォルトで、これをチュすると、あ、小さくなりますね。なるほど、大きくできますかね。ほほほほほ、そういう感じですか。まあ普通でいいです。で、これで一応終わりましたから、外観これですね、消します。はい、今日はそういうことでした。